マインクラフトの海にいるこの子。シーピクルス、あるいはナマコと呼ばれています。この子には、あまり知られていない秘密があります。かまどで焼くと。こんな風に黄緑色の染料に。ナマコを焼いたら料理になりそうだけど。